お疲れ様です。どうもこんばんは。薄毛の貴公子、今日はですね、紙芝居をします。昨日ちょっと夜遅くまで打ってたんでできなかったんですけど、明日ちょっと歯医者があって早いんで紙芝居だけになります。ご視聴よろしくお願いいたします。まあ2時ぐらいまでですね。こんばんは。おお、こいで、ほんと。おお、おお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 ボロ負け報告かよ。まあまあ、行ってみましょうか。今回映像とかありますんで。動く動画とか、ぬるぬるするのもあるんで、よろしくお願いします。まず朝一ですね。朝一じゃねえわ、昼だわ。昼ぐらいなんですけど、まあグレートキングハナハナとかは00っていう、いや10万やってくるっていうのは何だったんだっていう、所詮ハゲが出たねっていうね。練習は報告頼むわ。おいおい、ビール用意しとけ。俺も飲んどるで。まあこんな感じのグラフですよ。ね、こんな感じのクソグラフ。1286ですね。これはまあ、ステーダーの横って感じですけど、まあ一番俺が光るものを見たのは、ここの、このラインからここまで戻ってきたっていう前日のね、白米よそった。この、上り調子、一日頑張ってここまで登ってきたのは次の日に反映されます。まず最初から飛ばしていくと、俺は考えて、打ってみました。ところだ。うっつ。これはですね、特殊点滅ですね。葉っぱと花がこう、交互に、こっちがピコピコピコってなるの分かりますか？花と葉っぱが違うように光って。だからこんな風に撮れるんですね。ピコ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 って。浅はかだね。これがなんと、ビッグちゃんと。まあ特殊点滅なんでね。はい、67回転。簡単だ、やっぱり花花ニケふぅ、団中立ち割りだ、谷村じゃん。まあまあそう言わずに。そしてサランビッグちゃん光ってるね。46、やっぱり俺冴えてるわ、冴えてるわ俺って。113回転でビッグ2回。そう、イラつくせ。気持ちいい。さらに化けなんかを重ねてみます。まだ近畿な、これ近畿が来たからもう3回目に早からまずいって。俺はもうガタガタ振るよって。ここでこれはとんでもないことになるぞ次はって、これはまずいはって。こんばんは。もう慌ててきてるから俺。まだまだ大丈夫。バケだ！コゼロック！ちゃっちゃ！ 1-2-1-1-2-3 ですかね。早い早い。全然いいわって。ほら、積もったわ、俺。簡単すぐる。スーパーキスケパワーのグレキン設定ある説。呪い。これも呪いか？さらに、花花目になります。綺麗ですよね、これ。バー花バーっていうね。まあ上級者だったらまあこの目が止まるよねみたいな、この1枚。まあでも花々目出るってことは結構化けが多いんでね。このビッグとかだったらもっと滑るんで、このスイカとかまで。でもまあこれだからといって化け格ではないんですけど、大体ビッグの時はスイカまで滑ってくるぞっていうのが定説。ということは化けになります。620、やめれそういうこと言うの。早いんだわ。67、うん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃんって。いい感じだ。いい感じだは。上級者って誰やねん。ワイヤー。サランビッグですね。うん。俺じゃないみたい。ロストしろ。あっ、プルプル。まあ、みずほとかもあるじゃろうよ。このぐらいは持ち込んでいけるから。なんていうかなってるから。全然ビビらない。
いいぞ白米くー行けなな、なります。まだまだまだ持ち込んでいけてるから、300くらいだったら107な、早い早い、全然いいわ。ピック200分の1、レギュラーは268分の1、合算115ぞ。全然打てるわこれ、まだまだいけます。花花目な、お前ら。これも綺麗な花花目。まあバーからの右上がり花花ピンク7、うん、ジャグラーかな。こんばんは、ビッグちゃん、嬉しい。こういうサプライズもありけり、下段バーからでもビッグはあります。これがなんと139、早い早い、いいよいいよいいよ、ハマってくれ。そのお前ら、その気持ちとは裏腹にな。さらにビッグです。このスマスが綺麗ですよね。死ね死ね死ね悔しいじゃろ。125、ハマんねえ、楽しい。これこれ、俺が求めたのは花々に。もうやめようで、やめれん、やめれんのじゃ。さらにピンク7になります。おっ、431な。ここでちょっと俺この台に疑問符がついてくる、クエスチョンマークが頭によぐってきた。これちょっとレギュラーも少ねえし、やべえんじゃねえかって。でもなって、もうちょい頑張るから畜生って、こんなとこでやめたら花打ちとしての流したるぜ。3な、帰ってきたじゃん。簡単だな、やっぱ花々って。ここでクエスチョンマークが吹き飛んだ俺の。いいわ、まだいけるわって。こっからじゃ、こっからなんじゃって。サランピックです。こんなん絶対遠隔だよ。30、はやー、嬉しい、戻ってきたんごって。しかも持ちメダルできてるから、これもう300枚プラス、ね、下皿に500枚ぐらいあると、800枚ぐらいかな。3からの30。ここでまあ俺は何かを悟ったんだろうな。この台ダメだわ。それがこのレギュラー597っていう、ね、この数字だけで、このビッグの199ってもう戻りますから、こっからこの台はもうここで愛情がなくなりました。俺やめます。800枚のコインを持って新天地に飛び立つんや。これだ、まあまあまあ頑張ったんだけどな。まあここで俺ちょっと心折れとったところでこう戻ってきたから、まあビッグ1回分入れたらやめようっていう迷惑のもとやめてみた。うまい。ほう。そうじゃろう。こっからグボッと行くことなんか分かっとるんじゃ、俺は。この台の愛情はなくなりました。続きまして。ああ、嬉しいって。もう置き時で上がったんごねって。俺はですね、引き戻し様を狙ったところ、まあ、引き戻し様が当たって、まあ、引き戻し様なんか絶対いねえだろうなって思って取らなかったら上がったから取ってみたっていう。あんな余裕やんって。60何歩で33でやめとるやつを60何歩でかけて天国上がったぞって。まあこれが天国かどうかは分からんけどな。自由に、いやまあ天国だろ。もうやめてよ、まだまだ行きますぞ。あーっすかは、痛恨の2連だお前ら。いいぞニッチャいかん、白米勢がまずいですと、このままではこれこれくぅ、トンソトンソ、逃げるぞ。こんなところ、この島にいたら殺されることは必死。俺は逃げた。10番勝ちなんて大言壮語してたが、こんなところにいたら全部なくなっちゃうぞって。逃げた先がこれになります。ハッピージャグラーですね。ハッピージャグラー V2、 俺がなかなかねいいデータだったんだ。こんな感じですね。298とレギュラー166っていうね、まあ1400回転しか回ってないんですけど、出方はいいなと。まあこんな感じでこれからのやる気に期待みたいな、まあ、死んでて現状維持してたらまあこれ上げてくれんじゃねえのっていう淡い期待ですよね。うん、
やめますって。で、徘徊してたら、なんか、ね、こう、光物をね、日本光物協会の特攻隊長の俺としては、もう見つけてしまったらやるしかないだろうと。てねーって来た超 AT ぞ、お前ら。超 AT って書いてるからよ。ジャグどんだけ回したんだよ。3000円な。いや、違うか。5000円くらい回したんじゃないか。600枚になってるから。850枚あったんじゃないのか、さっき俺。チュラオキ。チュラオキね。俺、何ちゃんか知らないんだけど、今、引かれたわけさ。これ、鼻汚ねえなって思いながら、汚ねえ鼻だぜって。でも、光ったら、もしかしたら綺麗かもしれんからなっていう、なんかな、もうこれ、肛門みたいになってるから、鼻の、めしべがなくて、ブラックホールみたいになってた、ここ。気持ち悪かったっすね、これ。で、まあ、打ってみたところ、まあ、こんな感じでタワーも立ってまして、ボロいなと。ボロいけど、もう一回光らせるぐらいだったら、まあこれ回るみたいだし、なんか、1000円な、ほんと、50とか回るんで、まあとりあえずつけてやるかって、なってみたところ、まあこんな感じですよね。もうどうやって勝つんだ、この台っていう。まあ絶対一回で光らすぞっていう強い気持ちで、打ってみました。するとだ、光ったって、きたねえマジ汚ねえから、畜生、これ。なんなん、これ。ここな、ここ。ここ汚すぎな。いや、ほんと、切れそうやった、打ちながら、マジで、この台。あーっす。コインが、俺の。300枚も削られてる。480、58。結構回せますね。もう、肛門にしか見えない。これな。近場で取ったら肛門は消えますっていう。汚すぎだろ、これ。冒涜だろ。ピンクぞ、鼻の色が。こんな、二度と打たねって思ったね。しかもレギュラーぞ、これ。切れたけん、俺ここで。マジで。これ取り寄る最中、マジ切れそうになったわ。は、ダメとん、こいつって。この文言。しかも63枚って。これほとんどお前。誰のせいだお前らこれ。安倍のせいよ。もう完全に。って思いながら打ってた俺。遊びぞ。くで、まあ、逃げるよね。もうこんな。こんな感じでな。なんかな、連チャンモードが111までって書いてたから回したけどな。さらにコイン減らされてますけん。当てたのに。なんか煽るし、この辺。筐体が震えるとって。うわ、遅れとか来てもお前チェリー来るだけじゃねえか、この台クソが。そう。マジどうすりゃいいんだ、俺。って思いながら、また徘徊に戻ります。コインは200枚。もう曲げになりそう。でも2000円しか使ってねえから、俺まだ。グレートキングハナハナですね。うん。俺はまあ、掘られてない台をちょっと掘っていこうかなっていう作戦に打って出たっていうところですね。うん、こんな感じでもう意味のわからん。まあ、こんだけな、前日な。俺もこの長さやったら多分8000。8000、9000、回しとる。台を。ここまで頑張ったらちょっと、ね。魚心あれば水心あげてくれるんじゃねえのっていう台を回してみたんですが、やめますって。マネージャーグラス3に行ってみた。スイッチからもう稼働してないねっていう。この持ちメダルももうなくなってますね。うん、ハゲ散らかしよったやろうな。俺109から回して来た !154 でビッグだ嬉しい。で、このコイン持って、200枚ぐらいコイン、カードに入れて移動しました。これもダメんごって。こんばんは。やっと持ちコインなくなった。苦しい。う、あやなだってここで俺はもう決済であやなをつけに行ってみた。ね。
RB ですよ、3単かって。これ上がらず、これで上がらんかったわけよ、お前ら。いいぞ、よしおじ。これ上がらんかったけど、もう3単したらこらえんって、だったわけよ。そこで、お前ら、今作、一番の見せ場が来るけんど、とどめを刺せ。こっからちょっとあれになります。動画になります。これ終わった後、どうなったっていう。俺はもう32で抜けたからだって。ピッ。お、光ってるねって。まあ、初当たりを取ったんだわ。音量注意な。音量上げすぎダメか。あ、これ危ないですね。こんぐらいにしとこうか。ちょっとちっちゃめでいくぞ。やめえや。じゃあ参ります。まずまずの予感。まさか。うおーって、うおーってなったぞ俺これ、うおーマジかよって、な、あし、む、う、これが意味するものとは、う、おいおいおい、これは綾菜内なら悶絶するとこぞ、あ、あーすって、俺最初何が起こったかわからんかったけんな、うえーって、なーすって、なんで横だったん？ポトって。ポトって落としたんよ。ケツ浮いたわ。それが。まあ、これはもういいわ。それがこれになりますと。ピッ。トゥントゥントゥン。トゥン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 って。マジびっくりした。初当たりで左先なんかな、久しぶりに引いたわ。人生で2回目かも。 B だったんだろうな。うん、しびれたこれ、ほんと。あ、イラ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 じゃろうな。もっと募るぞこっから。残念でした。ふん、なあ、超ドキドキ、嬉しい最高峰。それは左先だから光るじゃろうよ。マジイライラやが。飯まず3連な。あんたはなかなか頭がいい。そんなことにはならねえんだよ。ね、必ず光ったってことはよ。まだいるから。これドキモだから。あやな得意だな。しくそーって。こっからお前、俺の伝説が始まるんだって。ピシッ。お前ら、プラス1000円になります。この時点でプラス1000円になります。インパス使ってました、俺。うっつ。ブー嘘やん。夢だろ、これって。しかし、ここで俺はニャルロとホテプになったね。ずる賢い俺は、ここで綾菜をカーッて追いかけるような真似はせん。ここで賢い俺は、戻ってきたんだ。最初の台ですね。育ってた。はい、寄ったんけ。はい、寄りながらこう、ずるずる、クレキンの島に戻ってきたんよ。よーしって、よーし、行くぞって、再開するぞって。少し回してくれてるしね。うんうん。これは何か起こるぜって。この切れ目で。いける？大丈夫？ん？これは、移動してみた。ダメだわって。あの台ダメだわって。こんな感じでね、前日頑張ったけど落ちたっていう。さらに、本日頑張って落ちたっていう。でも上がんじゃねえの？みたいな感じで、打ってみました。ところ、移動します！この台に光るものを見た俺は。ね。若い子が打ってたんだけど、やめたんだよ。で、まあこの、アイドル混沌は、ね、嘲笑を向けながらその若者に座ってみたっていう。おいおい、こんなデータでやめるかって。マジでクククって言いそうになったわ、俺。兄ちゃん見ながら、落ちって。これは、いい台です。どう考えても、こんなところでやめるようなべきではなかった。
2000枚のカメラ、そんなものはござらん。ここで混沌チャンス、ピシッ、ついた。321から打ち出してついた。これな、あるわこれ。650枚残しのビッグは嬉しいです。うん、プラマイチャラぐらいになったじゃん。マジ混沌チャンスよ、簡単簡単って。お、ビッグちゃん美味しいって。このビッグちゃん簡単なんだわって思ってました。わら、あ、あーす、あざとす、あ、なんで、なんで俺ばっかりこんなことに、なんでこんなことが起こる、あーす、バカだろ。マジで俺あざとすんだったけん、この辺この900ぐらいのとこで俺あの花々の玉座に大の字になってあれやったで。不浄な言葉を発しよったけん、ずっとブツブツマスク越しに呪いと不浄な言葉を、なんでって、あっさんなく、ハムハムハム、おいしい。前輪車上がっとる。不審者。マジで白痴の王やったわ俺も、この日だけは。くにゃ。あーす、そんなはずないのに。マジブツブツ言ったけんの、もうポケって、マジ光らんがって。何も負けなかったん、もうここで3万何も入れとないな、わしも。いろいろとやりよって、はぁーすって。しかーし俺はやめん、こんなところでもう切れましたって、やったるやったるでって、こっから先の世界を見ていくしかないじゃろうってもう俺思ってた。そしたらつくんだわ、もうこの辺から俺やる気ないけんな。368、おぼあーすごいんだ俺のモチメダルが、あっ、あめっちゃ出てたのに。白米が止まらん。にゃんで、レギュラー800だ。お皿つけていく。139、うん、なんとも姿たいこのビッグレンダー、レギュラー出ねえ。ロストレン、もうこれとかな、もう間違いなくもうやる気のなさを感じる花々目が降臨したんだわ。お前らどうやったらこんな目が出るんだって、これ鼻内からしたらもう痛いやで俺。こいつって感じだったらな、これよそ見しとって前向いたらこの目だったっていうやつですね、うん、ああ嬉しいって、これ別格だから嬉しい嬉しいって。あざとす、今さらこんな100何歩でついてもなって、微妙に増えんしなって、さらに化けをつけます。ああす、地味に削ってきやがる。やけ一に水でもなって、まだやるから畜生ビッグ。かもなくかもなく、アーメンドーす。さらにくそがあって、放送タワーがムカつくぜ。アネッカ入り待ち、ここで嫌な予感がして、こんなんですよ、うん、ダメかこれって。横に移動してみた、これだからですね、横で俺がハマってる間にレギュラーを連チャンさせてやめていったおっさんリーマンの台を掘ってみようということで、まあこんな感じでね、レギュラー多いし、もしかしたらいい台かもっていう最後の希望を乗せて
打ってみたんだが、うきたって、これもこれはわざスイカこぼしに見えますが、これもう叩いちゃったんだけど一瞬緑が見えたんだわ。アメージングになります。これでん、ビッグちゃんふふって感じよな、もうだからドスタンってこんなとこでついてやけんドスタンみたいな化けになります。戻ってきたんだわ、やっぱりこっちだわって。しかも20回転ぐらいで光ってるってことですね。これ170でやめてたんで、ぐちぐちにハマってた台に戻ってきたんこいやこいつバケやめてくれもうバケ162ぐぐるるバケになりますあーす、こんなとこで光ってバーなんか引いても嬉しくねえから畜生マジで。穴打ちってこんなんばっかな、うん、うむ、これな極めつけな、こんな花々目出したらもう刺されるで信者に。初めて見たわ俺。そもそもこれスイカ候補してもワンチャン出るんじゃないかっていうレベルなんやけどな、まあ、さすがにこれはスイカ候補じゃないだろう。スイカ拳だったらこれが落ちるだろう1個。クソ目一目ビッグだろこれ、不条だる目あざとーす、ビッグになります。嬉しい。70早い、もうこれで早いって思うようになってきた。嬉しい、あーす、なんとか粘ってるからつくしょうっていうの図。このコイン飲まれたら帰るんだ俺って。きたねえなバーンになります。ああああ足の組み方変じゃない。いやもうやさぐれとるけん、あの椅子の上に裸足で足乗せてたっていう。ずっとゼロ、ありがとうございます。もうってもごもごしてた。ここでも62増えない、ゴービッグ嬉しい。90早い、まだいけるかも。ビッグ来た、うぐ3連してもこれじゃ増えねえから畜生、もうダメよバカがって、まだやめん、うしかしレギュラーは上がってきたぞ。558だ、泥沼。ここで俺し諦めるの図くしくも111よ。あこの裏に殺されん、ずっと束縛される屈辱感。ここで帰っときゃよかった、もうほんとこんな現状維持するぐらいなら。でもな、最後まで地上におらせてくれたのはこの台の優しさなんだろうなって俺は感じたね。最後に花々の優しさに触れれたかも俺。それだけでも俺はお礼を言いたい、この台に。クソがあってカメヤン行きますってわかめうどんで向けた髪を
補填します。うわあ天かすも入れるで亀や。うん、稲荷にしろよ。おにぎりが好きなんだよ俺は。ここの三万のうどん、ここでさらに最後に衝撃的な事件が俺を襲うっていう。あざとし負けた上に払わすんですか俺に金を。むごすぎる追い打ち。いってお前らマイナス33K。死にたい、もう死にたいよ。ひどい。わあ、うわ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 、気持ちいい、嬉しい。内臓攻撃、グリグリされたで、ほんと。悔しいじゃろ、それはもう。あーっす。あーめんてぃす。くっそ、あー悔しい。でも綾菜が飲みんかったんが早いんかな。うん、あれがな2000枚ぐらいで取ってくれたらな、また立ち回りの幅もな変わったような気がするやけどな。このおにぎり美味しそう。これ200円です。1個100円な。でわかめうどんはこの天かすはあのセルフなんで入れ放題っていう、入れるスペースがないなっていうところでモリモリ持ってみた。のり玉、うん、わかめだ。わかめうどんがなんぼかな。これ安いよ、460円か560円かって感じだったな。カスが天カス食っとる。高くね、高い高いわ。ほー、350円ぐらいだろう。まあ建物に入ってるからさ。330個おにぎり食べれたのに。3番の飯はうまかった。まあ噛みしめたわいな俺も。チープなうどんすこ。ババアが握ったやつ、まあおばあちゃんですよね作ってるのは。そう思うと3万ってすごい、うん、ちくわも入ってる。よくぞ見抜きましたな。ここに隠れているのはちくわくんです。まあな、もう一時潜るわ俺も。マジこれが効いたわ本当。この落差はないわいきなり。いやまあよくあるグラフかもしれんけどな。まさかわしがその担当になるとはつゆ知らずよな。うん、この辺からいったげんのグボーなんだよ。グボボーってグモモって感じよな。わからん、ハラハラって難しいですね本当。まあ俺も定期的にこういうのあるから。ピポロの時のハナハナなんかよくあった展開よな俺。昔はよう泣かされよったもんよハナハナに。その頃思い出したわ今回の実戦は。駆け出しの頃の俺を見よるような気分がしたね。うん、
ちょっと懐かしい感じがした。悔しかったじゃろ。まあまあもう最後の方は諦めの境地だけどな、うん、おいおい俺久しぶりに線行くんけっていうなんか高揚感もあった。マジかって、まさかないだろうって。900ぐらいからはそんな気持ちがありましたわ。何調子乗ってんだ、こっから連敗解除やぞ、うん、それが怖い。ピーって泣いた。いやもう呪詛の言葉しか出おらんかった、俺の口からはもごもごしまくりよ。散っていった、花々で散っていった者たちの呪詛の言葉を聞けって。RB 多かったけど引き技だったん。いや、レギュラーは少なかった。まあこんな日もあるさ。明日はもっとついてますように。それな、ポジティブシンキングでいこうぜ。まあ昨日は相当もんどり打ちよったけどな、俺も。昨日紙芝居しとったらもう無理よ。もう声でバレとったけんな。一日空いてちょっと俺も心の準備をしてやらんと。バレられたら困るからな、しょっぱなから。不丁寧な、うん。左に咲いたのにブツブツ。昨日待ってたのに、もう苦しみあったんや。クトン AA みたいになったんか、なっとったな。動画まで撮ったのに、あそこが一番輝いとったわな、俺も。アザースって感じだろうな、ほんとこれ。2200枚が800枚出て。勝ったら配信してた。しとったやろな、もう。こっからまくりなんかしとったら、それはもう危機としてやっとったはずやで。前もこんなんじゃなかったか、俺あの鳳凰でグリグリハマった時も966ぐらいやったような気するんやけど。なんかこの辺あるんか、借りてみたいな。何花々が好きなの。まあ歴代で言ったらそやな、音楽とかゲーム性も考慮したらやっぱツインドラゴンが1位になるかな、うん、2位が鳳凰かな。そこに割って入るんがニューキング花花のクイーンも好き。グレキン俺あんま好きじゃねえわマジで。この台ほんと癖が悪い、花花シリーズの中でも。なんか素直じゃないこいつは。あのゲーム性って言ってクイーンな、ほんとな、あれ重いくせにすごいんよ。裏もんかってぐらい連チャンするときやばいけん。なんでこんなん弾けるんやろ。ドリームは、あれ最下位な。まあ、はなはな素直な台は確かに。ツインドラゴンは県外でしか打てんけんな。鳳凰も好きよ、うん、でもちょっと鳳凰はな、あの乳金とか鳳凰は花がちょっとちっちゃいんだわ。
まあでもドリームもコイン持ちはええんやけ、連チャンした時はくっそ増える。ドリーム買っとるしな俺。不浄な言葉を愛媛で吐き出し続けている。ブオエパイオニアってまだ生きしてんだなって。何よパイオニアなんか、お前愛知県行ってみ、もう総本山度、むしろパイオニアが天下取っとるけん。まあちょっと置き時とかの流出も危惧されとるけど、今でもなお沖縄とね愛知県に行ったらまあもう天下よ、パイオニアにかなうものなしみたいな。四国とかな、愛媛なんか特に迫害されておる。ほうな、ほうよ、もうどこ行ってもジャグラーがあの隅っこを追われとんやけん。俺も愛知で何回か撃ったけど、まあジャグラーの扱いがひどい、うん、草お前らなんなんみたいな感じで、もう隅っこの方にちょっと置かれとるぐらいよ。あのピエロどもざまーって感じよな。愛媛ジャグしかないよね、うん、天下取っとるけん愛媛ではピエロが。